最高だぜ。よっしゃ、おお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 お前は一体誰なんだ。何寝ぼけたこと言ってんだよ。あんたのママじゃないの。お前が僕のママ。嘘だー、嘘だと言ってくれ。嘘だろ。おい、お前と同じ血が通ってると考えただけで死にそうだ。勘弁してくれよ。マジでやばい、もう無理だ。死んだ方がマシだ。あんたちょっと言い過ぎじゃないの。それより何、記憶喪失になったの。うん、どうやらそうみたいだ。あー、かわいそうね。あ、じゃあ何か記憶が戻るようなことをしに行きましょう。お、そうだな。行きましょう。うん、なんかないかな。あ、すいません、ちょっといいですか。おい、なんじゃ。ケイタ、この人の頭持ってみて。うん。なんじゃなんじゃ。そして、手を動きしてひねってみて。こう？どう？あんたが昔よく通りすがりの人によくやってたことなの。なんか思い出した？あー、なんか懐かしい気持ちになったけど何も思い出せないや。あー、そう。じゃあ次の場所行きましょう。うん。あ、よし、着いたわ。よいしょ。ここはあんたがよく遊んでたブランコよ。この子にどけてもらって早く乗りなさい。うん、何やってんの、早く乗りなさい。この子が先に遊んでたから終わるまで待ってんだよ。はぁ、何言ってんのよ。あんたはこの子を引きずり下ろしてでも自分が乗るのよ。はぁ、そんなことしたらこの子がかわいそうだろ。何のボケたこと言ってんのよ。あんた人格まで変わっちゃったの。早く乗りなさいって。あんた、なんで乗らないの。ちょっと、こんなとこで喧嘩しないでよ、迷惑だな。うるせえわ。あんた他人がね、人の家のものに首突っ込んでない。これぐらいやらなきゃダメよ、あんたは。おー、もう家帰るわよ。ちょ、行くよ。よし、次の作戦よ。よいしょ、よいしょ。次は、ケイタがよく遊んでたおもちゃよ。これで遊べば、何か思い出すかもしれない。さあ、早くこれで私を撃ちなさい。おー、こんなんで撃っちまったら、お前死んじまうぞ。大丈夫か。いいから、早く撃つのよ。おお、本当に撃っていいのか。いいから早く撃ちなさい。どうなっても知らないぞ。どう、何か思い出した。いや、一発だけじゃ何も。でも何発か撃てば思い出すかも。なら思い出すまで何発でも撃ちなさい。カモン、行くよ。ガッテラック、さあどんどん来なさい。こんなもの、言いたくも痒くもないわよ。ママ、僕、思い出してきたかもしれない。昔、白い頃吸ってなかったっけ。そうよ、少しずつ記憶が戻ってきたのね。それちょうだい。わかったわ。これを。ありがとう。ジャンジャー！あ、思い出したぞ。僕の名前はケイタ、精神年齢3歳、可愛い妹2人とイケメンの兄貴1人、頼りがいのあるパパとブサイクゴリラだ。誰がブサイクゴリラだ。あんた誰？すいません。はい。写真撮ってもらってもいいですか？あ、いいですよ。ありがとうございます。はい、チーズ。はい、チーズ。よかったら、今撮った写真送るんで、LINE 教えてください。いや、大丈夫です。次回、タイコがプールでナンパしてみた。チャンネル登録して待っててね。
楽しい歌。そして手を向きしひねってみて。こう。こっちか。くん。そして手を向きしひねってみて。こう。逆逆。こっちやったからこっちじゃ。あかった。次はマジで多分当てれるわ。僕少しだけ思い出してきたかもしれない。昔白い粉吸ってなかったっけ僕。それちょうだい。ああ。サンバ